ただいまから知事の記者会見を始めさせていただきます。本日はこの会見の後16時から新型コロナウイルス対策本部会議を開催し、会議終了後に囲み取材も予定しておりますので、コロナ対策に関するご質問はその機会にお願いしたいと思います。それでは最初に知事からお願いいたします。僕からは2点です。まず1点目についてです。1点目は空飛ぶ車についてです。空飛ぶ車の大阪で実現するためのラウンドテーブル会議を開催をいたします。これは大阪・関西万博にもつながる、非常にポテンシャルの高い分野だというふうに思っています。まず今身近で手軽な空の移動手段である空飛ぶ車というものについては、これは大都市における都市交通、それから観光であったり、あるいはその医療、災害と、そういった分野、幅広い分野で新しい交通手段として、この新たな産業、そしてサービスとしての可能性が高い分野だというふうに思っています。で、この空飛ぶ車については、ぜひこの大阪で実現をさせたい、実用化をさせたいというふうに僕自身も思っています。特に大阪・関西万博、これベイエリアで開催しますから、関空とベイエリアというのはこれ海でつながってます。会場で非常にこの万博会場にもつながるわけですし、これ神戸空港も海上空港です。それから新大阪が周辺がある京都ともつながっているこの淀川もその川も多いということで、この空飛ぶ車の実用化に向けた環境というのは大阪は整っていると思っています。その中でインフラの整備であったり制度設計、そして安全面が非常に重要ですから、安全面を考慮した社会的需要性の向上、さまざまなこれから課題は当然あります。ですので、その課題、さまざまな課題を解決するために議論、そして実証を重ねるということを目的としまして、今回この空飛ぶ車のこのラウンドテーブル会議を開催をいたします。まず大阪関西の強みですけれども、先ほど少し申し上げましたが、海上航空、そして湾岸エリアと都市部が河川でつながっているという強都市としての強みがあると、地政としても非常に整っていると思っています。つまり関空、24時間の海上航空である関空と、そしてからもう一つ神戸空港、これも海上航空です。それから万博会場となる夢洲にダイレクトにアクセスすることができます。で、IR についても今コロナで少し遅れていますが、これもベイエリアに誘致をするということで今進めています。これから大阪のベイエリアというのは力を入れていきたい分野でありますし、実際力を入れています。そういったところにこの会場から直接で海外からも含めて国内からも含めてつながることができるという意味で、非常にポテンシャル高いと思っています。それから新大阪や梅田エリア、これも将来リニアも入ってきますし、北陸も新幹線も入ってくる、現時点でも新大阪駅っていうのは西日本の結節点の役割を果たしてますが、この新大阪というのは淀川がある、淀川上空を活用することで、その新大阪エリアからもこのベイエリア、夢洲、万博まで一飛びで行くことができると、そういった強みがあるというふうに思ってます。それから2025年に先ほど申し上げた大阪・関西万博を開催をします。そして IR も誘致します。その中で、この新しい技術として、まさにその万博でですね、この空飛ぶ車をどんどん有効に活用していこう、実装していこうというふうに考えています。またこれは新たな将来的な産業のマーケットとしても可能性が高い分野だというふうに思っています。多くの事業者が大阪でのビジネスモデル化というのを期待をしていますので、行政としてもこれは積極的に取り組んでいこうというふうに考えています。具体的なこのロードマップですけども、まず2019年、今年度ですが、この試験飛行であったり実証実験というのを繰り返していきます。これはヘリコプターとかドローンも活用しながらですが、計画と構想を練っていきます。で、量産型の機体の開発をこの段階で完了していくということです。で、2023年に事業としてスタートすることを目標としたいと思います。で、これについては、じゃあどんな事業をするのということですけども、エアタクシーなんかが最初になるのかなというふうには思っています。この間大阪のビジネスチャンスとしてものづくり産業をどんどん支援をしていきたいと思っています。
そして2025年には大阪・関西万博、この時にはもう多くの方がこの万博会場にこの空飛ぶ車でアクセスできるような、そういった環境を整えたいと思っています。そして2030年代になればこれは実用化の拡大ということになろうかと思います。まあ、当初やはり現実的にじゃあ、住宅地の上を上空を空飛ぶ車が通るのかとなるとなかなかハードルも高いと思いますが、会場まずは会場を通ると交通すると、そして、まあ、淀川のような大きな河川を交通するということで、その、居住者の皆さんへの配慮というか、そこでの課題というのはまず大きくクリアをしていきたいと思っていますし、そういったことができる環境にあると思っています。で、次お願いします。まあ、だからそれが将来的に安全性も確立し、社会的な共有も広がってくれば、さっきのようなよく近未来である SF 映画で出てくるような、そういう光景がこの大阪でも見られるようになるというふうに思っています。が、まずは会場や河川の上空を想定しています。で、そのためにまあ何が必要かということです。ですので、関係者を一度に集めた空の移動革命社会実装大阪ラウンドテーブル、ちょっと題名長いですけども、これを設置をいたします。大阪関西をフィールドとして空飛ぶ車の実現に意欲的な企業もたくさんいらっしゃいますから、その企業で構成するラウンドテーブルを設立をします。それぞれ協力してやっていこうということです。そこで協議を重ね、実証実験を重ね、国も同じように官民協議会がありますが、国との協議も重ねながら、実際の現場としてはこの大阪でできるように取り組みを進めていきたいというふうに思っています。またこの空飛ぶ車の技術開発とか製造を含めて、その関連産業も生まれてきますから、そういったところとの新たなサービスであったり、新たな大阪の成長分野として広げていこうと思っています。これについては、このラウンドテーブルについては2025年の博覧会協会とも当然連携はしますし、MARS の社会実装推進フォーラム、これ大阪商工会議所やってますが、そういったところとも連携をしていきます。このラウンドテーブルの中身としては、事務局が大阪府が担います。そしてメンバーとしては機体のメーカーであったり、運航会社であったり、サービスのサプライヤーであったり、インフラ通信事業者、研究機関と合計40の企業団体からなるこのラウンドテーブルを設置をいたします。設立式ですけども、11月17日の火曜日、来週の火曜日2時半からこの設立式を行います。これは僕自身も参加をいたします。あとはその空飛ぶ車ラボ代表で慶応大学の教授である中野先生であったり、株式会社スカイドライブの代表取締役の福沢さんであったり、さまざまな方、このお二人に講演をしていただきたいとしてもらう予定になっています。次お願いします。2点目です。大阪における温室効果ガスの排出量削減についてです。この大阪、もうすでに国においても、菅総理が国において2050年における実質排出量ゼロを目指すという声明も出されました。で、これは大阪府においては昨年の9月議会において、すでにこの2050年の区域における二酸化炭素の排出量実質ゼロを目指すということについては表明をしているところです。で、この間、国もそういう方向性ですし、アメリカの大統領選挙もこういう状況になってますから、よりそういう方向で世界としてもより動いていくことになるんだろうと思います。で、府においては大阪府のこの実行計画に基づいて今削減効果に削減策に取り組んでいるところです。で、分析をしますと、やはりこの温室効果ガス排出量の 93% のうち二酸化炭素が 93% を占めている、ほとんどが二酸化炭素だというところですが、これを減らしていく必要があります。今後の具体的な取り組みについては、今年度末の向けての計画を改定する中で今検討を行っている最中です。で、今回は具体的な取り組みについて一つ紹介をさせていただきます。まずこれまでやっている取り組みですけども、再生可能エネルギーの普及促進ということで、これは大阪府全域において太陽光発電とか蓄電池のシステムを共同購入をしましょうという事業をやってます。それで自然再生可能エネルギーを増やしていこうというのを進めてます。それからゼッチの普及啓発です。これは住宅の高断熱化、ゼッチと言われるこの住宅ですね、
高断熱化と省エネ機能を備えた太陽光発電なんかもしながら、その住宅でエネルギーをもう収支ゼロになるまで、その住宅単位でやろうという、まあ、そういったものの普及啓発、それから省エネ相談のワンストップ窓口設置、ワンストップの窓口を設置すると、まあ、そういったことを取り組みを進めています。で、府庁自身の、これは大阪府全域の取り組みですけど、府庁自身の取り組みとして、この設備の更新の時には省エネ機器を導入するだとか、あるいはエスコの導入を推進するとか、まあ、そういったさまざまな取り組みをしているところです。で、今回府庁自らも地域モデルとなるような排出削減に取り組むということで、次お願いします。エネルギーの調達について、まずは大手前庁舎からですが、使用するエネルギーについて、電気については再生可能エネルギー 100% の電気を入札するということを実施をいたします。これは令和3年4月から供給開始です。先ほど申し上げた通り、この浮遊施設の温室効果ガスの排出量の中で二酸化炭素が、これを見ますと 74% を占めている、もうほとんどが二酸化炭素です。で、その二酸化炭素排出量の 82% は電気が占めているということです。ですので、電気を再生可能エネルギーに変えることによって二酸化炭素の排出削減を実現することができるということで、じゃあ何するのということですが、まずこの本庁舎と、まあ、この本庁舎、これ本館とか別館、この付近の本庁舎ありますが、この本庁舎についての電気の入札については、再生可能エネルギー 100% の電気の入札を実施をします。で、入札日は12月21日から22日、火曜日まで。浮遊施設全体で見ると、まあ、2600トンということで、そこまで多くはありません。まあ、浮遊施設が一番多いのは警察とか学校ですから、そういう意味で全体の排出量の 約 0.7% でありますが、ただこれはまず最初の第一歩として、このシンボリックな府庁本庁舎、その大手前庁舎からまずは取り組んでいこうというふうに思っています。僕からは以上です。それではご質問をお受けいたします。ご質問のある方は挙手をお願いします。どうぞ。すみません、幹事社の産経新聞佐藤です。ラウンドテーブルについてお伺いしたいんですけれども、まあ、その先ほど少し説明もありましたが、そのラウンドテーブルの役割についてもう少し詳しくお伺いしたいのと、まあ、あとその、まあ、事務局が大阪府が担うということで、まあ、大阪の府の組織ではありますが、まあ、そのちょっと期待することを改めてお願いします。ぜひ2025年万博を開催する大阪において空飛ぶ車っていうのは実現したいなというふうに思います。新たなこれは交通手段としてもやっぱり有効だと思いますし、これはもう観光面においてもそうだし、しかもまあこの空飛ぶ車っていうのは垂直に上がってそのまま電気で移動するということで、環境にも優しいということですし、そういった近未来の大阪をこう実行していく上でも、僕は空飛ぶ車っていうのがいろんなものに、新たなものをチャレンジする大阪で、積極的にやっていきたいと思っています。で、まずその意義ですけども、やはりこの空飛ぶ車を実現させようとしたら、行政だけでもできないし、民間だけでもできないという側面があります。さまざまな規制もありますし、それからまあ行政としてやっぱりこう協力していかないと、民間だけではなかなか難しい、その行政としての積極的な意欲というのも重要になってくると思います。さまざまな課題もありますから、どうなんだという、もうこれやろうとすれば反対意見も当然出てくるし、さまざまな課題を乗り越えていく必要もありますから、そういった意味では行政が旗を振ると、大きな方向性を示していくというのが重要なことだと思っています。で、もう一つは技術面に関してです。で、このラウンドテーブルを事務局は大阪府になりますが、このメンバーとしてはそれぞれ非常に有力な機体メーカーであったり、運航会社であったり、サービスのサプライヤー、合計約40の企業団体に参加をしてもらいます。この中には空飛ぶ車を実際に今も手掛けて機体の開発をしている企業が入ってきますし、さまざまなこのいろんな大手の商社であったり、さまざま通信企業であったり、そういったものが入ってくるということで、かなり強力な
組織になるだろうというふうに思っています。でそこで民間の力を最大限発揮してもらって、そこから技術面あるいはその、コストも含めたあのビジネス環境というのは、これは大阪府ではなかなかできないことなので、そういったものは民間で積み上げていってもらうと。で民間と行政、そして、まあ、あの学も入りますけれども、が協力することで、初めて空飛ぶ車というのはあの新たなあの技術としてビジネス化されると思いますので、まあ、そういったものを大阪府が旗を振ってやっていこうというふうに考えています。まあ、特に2025年大阪・関西万博ありますので、その時には空飛ぶ車がどんどんこうあの大阪湾上をこう行き交うような、ね、そういった風景をぜひ作っていきたいなと思っています。あの淀川なんかも、新大阪とつながっていきますから、まあ、そういった河川、まずは河川、海上を中心とした空飛ぶ車を実装させていくということを大阪で実現させようと思っています。すみません、あの関連してなんですけれども、あの基本的にその目指されるのは、まあ、日本で一番最初にあの空飛ぶ車が飛ぶのが大阪だというふうに目指されるということでよろしいですか。でなおかつその、まあ、あの国との連携というのもあると思うんですけれども、すでにそういうなんていうか、まあ、ちょっと連携というか確約みたいなものをその取り付けているようなことがあれば教えてください。はい、あの実験上はいろんなところでやると思うんですけども、その社会実装として実用化するのはもうぜひ大阪で一発目ができるように、実用化できるようにあのしていこうというふうに考えています。ですので、まあ、もちろんこれ国とも当然あの様々なあの調整と協力関係というのは、まあ、当然ありますし、この会議体を通じても当然連携はしていくと。だから大阪が空飛ぶ車の第一弾になるように、僕はぜひ実現をしたいと思ってます。まあ、このラウンドテーブルの参加メンバーを見ましても、さっき の, あのスカイドライブは、まあ、空飛ぶ車で有名なのはこれ当然、ですけども、まあ、それ以外にも、まあ、エアバスであったり、ANA であったり日本航空であったり、まあ、そういった大手も入ってきてくれてますし、さまざまな商社、大手商社も入ってきてると。まあ、ドコモであったり、その通信企業も入ってきている、まあ、あの40あります。今申し上げたのは何かこう意図がある、わけじゃないんですけど、まあ、こういったあの資料があるんですけど、まあ、あのそういった中であの本気で、まあ、何が言いたいかというと、本気 の, あの単に実験あって終わりじゃなくて、本当にこれをビジネスとして実用化させる。で大阪関西万博の時には本気でこれをあの関空とかいろんな新大阪神戸空港からどんどん飛ばす、そういったものをぜひ実現させたいというふうに思っています。ありがとうございます。次のご質問お願いします。日刊工業新聞の大川です。同じ質問で、自治体でこのようなあの官民組織を作るのはあの初めてでしょうか。あの空飛ぶ車に関する官民組織を作るのは初めてかというところと、あとあの府の支援内容は規制緩和に向けた国への働きかけというところでよろしいでしょうか。これまず初めてということでいいんですかね。自治体レベルでは、はい、うん、はい、だから自治体のレベルにおいては初めてです。なので、まあ、あの大阪が率先してこれをやっていくということです。であの強力な企業も参加メンバーとして入ってますから、まさにこれは本気 の, あの実行組織として進めていくということです。それから、まあ、大阪府の支援としてはいろんなこの社会実験の、まあ、フィールド作りであったり、あるいは それに対する府民の皆さんのご理解を得たりだとか、まあ、そういったことはあのやっていきたいと思ってますし、それから空飛ぶ車となると当然規制緩和も必要な分野が出てきますから、そういった規制緩和を大阪府で緩和できる部分は大阪府で緩和しますし、国にどうしてもお願いしなきゃいけない部分というのは当然出てくると思いますから、まあ、そういった部分についてはあの、国に対してさまざまな規制緩和をお願いもするということになるというふうに思います。だからあの民間間で協力できる部分はそういった部分が中心になるかなとは思います。ありがとうございます。先ほどおっしゃったような夢島などのベイエリアですとか、あとはあの淀川などの河川海上なんかで実施するというふうに見てよろしいでしょうか。ええ、そうです。特にまず最初はどうしてもこれ皆さんも想像してもらったら分かるんですけど、自分の
社会実験という名目で自分の自宅の上を通られると、それどうなのということで、やっぱりそういったハードルというのは高いと思います。ただ大阪の場合は関空も神戸空港もありますから、で夢島までは海でつながってますので、まあ、そういった意味で会場での社会実装の実験からまず入っていく、まあ、実験自体はその実験場でやるわけですけど、実際実装のことを考えてファーストステップで考えると、やっぱりその会場を使うっていうのは非常に優位性が高いと思ってます。でそれから大阪は、まあ、水の都と言われる水都大阪と言われる通り、河川が非常に発達してますので、河川上空であれば、これは当然橋はあるんですけど、まあでもその基本的に河川ですから、その河川上空をこの空飛ぶ車が通ると、まずそこがファーストステップだろうと思ってます。でそこで安全性であったり、まあ、もちろん安全性が初めて確立した上で河川の上を飛んだり海上を飛ぶわけですけど、まあ、そういったことでいろんなこう社会の共同性が出てきた後に、まあ、いわゆる陸上の上を飛ぶのかなというふうには思っています。だから空飛ぶ車のですので、そういった意味ではやっぱり大阪がまずは率先して力を入れてやっていく。2025年の関西万博の時にはこう自由にですね、このたくさんの空飛ぶ車が行き来する、もっと言えば淡路島とかいろんなこう瀬戸内の島々とか、そういったところ、非常に風光明媚なところもたくさんありますから、海を使っていけばいろんな可能性も出てくると思います。万博だけじゃなくて、万博に来た人がそこに行くとか、そういったことも出てくると思いますので、まあ、そういった可能性をちょっと追求していきたいなと。課題としてはやはりこの空飛ぶ車の特徴として、垂直に上がって、そしてまあそんな高くない高度になると思いますけども、航空機は高いところに出ますけど、そのドローンより高いところで航空機より低いところになると思うんですけど、まあ、そういったところを空飛ぶ車がこう飛行して、そして最終的には無人ですよね。ドローンなんかも無人で飛んでるわけですから、ですのでそういった無人っていうのを前提にしたところまでは空飛ぶ車だったらいけるだろうと。で課題としてはやっぱり今バッテリーです。今特に課題になっているのは電気で動きますから、バッテリーをいかに長時間です、高性能のバッテリーを作っていくのかというところの技術的な課題と、軽量化ですね。あとはそしてその上で当然最も大切な安全性ですけども、まあ、そのあたりの技術開発をこれからまあ進めていくと、まあ、そういった面でも大阪においてはさまざまな研究所もありますし、研究施設もありますから、そういったことも活用しながら協力できるところは協力して、なんとかこれを実現させていこうというふうに思ってます。ありがとうございます。知事として、空飛ぶ車にまず乗ってみたいというようなお考えはありますか？ものすごいありますね。僕は第1号の社会実験の時でもいいので乗ってみたいなと。最低限の安全性だけ確保していただいて、海に着陸して墜落したら死んじゃいますから、まあ、死んじゃうとかそういうのはならないようにするんでしょうけど、あんまり変な不吉なことは言わないですけど、まあ、僕自身もいろんなこうニュースとか見てて、空飛ぶ車のちょっとだけ上がりましたとか、そんな実験のね、見たりもしますけど、ぜひああいうのが本当に広がっていけば、ものすごくなんていうのかな、ポテンシャルは高いし、まあ、夢のある話だなというふうに思ってます。だからぜひ社会実験のどっかのタイミングで僕も乗ってみたいなと思います。ありがとうございました。はい、次のご質問をお願いいたします。どこまで見えるか分からないですけど、風景もだって大阪湾をぐっと関空から夢島まで行くだけでも、まあ、あっという間に当然行けると思いますし、時間においてもものすごく短く行け、直線で言ったらものすごく短く行けるし、でその時に、まあ、六甲山もこう見えてですね、大阪のベイエリアの方から大阪の都市部も見れて、まあ、その百舌鳥市、仁徳天皇陵がどこまで見れるかっていう問題ある、どこまで近づけるかっていうのもあると思うんですけど、ちょっとここは僕は分かりませんが、まあ、そういった大阪の魅力なんかもこう見ながらね、夢島に短時間で、まあ、着くというのはもう非常に僕は魅力高いと思ってるし、うん、どんどん北に登って淀川も上に登っていけば、これ京都にもつながってくる話、まあ、川が細くなるので、まあ、どこまでかっていう問題あるけど、まあ、新大阪あたりからもう完全に淀川行けますから広いので、そういった意味ではあと瀬戸内とかとつながるっていう意味でも他
これはバッテリーの問題とかあると思いますけど、まあ、非常に可能性が高いのが空飛ぶ車じゃないかなと僕は思ってます、うん、ちょっと担当課から補足お願いします。すいません、事務的なことの連絡です。先ほどの知事の方からですね、参加企業者のお名前出ておりましたけど、今現在予備調査の段階で参加意向を示されている企業さんの名前のリストでございまして、正式にですね発足式に参加される表明についてはですね現在紹介中でございます。ですので発足式当日にですね参加企業さんで公表できる企業さんのリストはお示しできる形になっておりますのでよろしくお願いいたします。はい、すいません、ちょっと勇み足のようでしたのでご配慮をお願いします。次のご質問お願いします。大阪日日新聞の椎葉と申します。よろしくお願いします。この空飛ぶ車の件で、あるんですけども、2023年の事業スタートという、まあ、年どうですかね、そこの、目標が定められておられますが、例えば、まあ、これから先のそのスケジューリングの話でなかなか難しいかもしれませんが、例えば実証実験につきましてはだいたいどれぐらいまでにやりたいなというか やった方がいいかなというふうに思われてますか。もう実証実験はこのコンソーシアムを立ち、コンソーシアムというかラウンドテーブルを立ち上げて、これはもう当然実施していくということになります。ですので、その実証実験が終わった上で実業化、事業化ですから2023年には多分最初はエアタクシーになるとは思うんですけども、そこから数は少ないのかもしれませんが、そういったものは買い解消していきたいというふうには思っています。だから万博前にこの空飛ぶ車っていうのはある程度こう会場であったり河川上で運用できるようにしてね、万博の頃にはもうこれはもう多くの人が空飛ぶ車を体感できるような、そういった信頼のあるものにしていきたいというふうに思っています。まあ、そのためにもうその万博前にも事業化を目指すということです。実証実験はもうこれからも、今までもいろいろ実験はされてるんですけども、企業ごとにこれからも大阪府も事務局に入って本格的に大阪で実現、ビジネスとして実現させるため の実験ということを開始するということです。はい、次のご質問お願いします。朝日新聞の田塚です。再生可能エネルギーの方でお伺いしたいんですけれども、まずは、本庁舎からというお話でしたが、この後警察や学校などにも広げていくお考えなのか、見通しがあればお伺いできればと思います。はい、この後も警察とか学校を広められる範囲で広めていきたいと思ってます。でやはりちょっと予算も考えながら進めていかなきゃいけないので、これがどのぐらいこう膨らむのかっていうのを今回の入札でも考えたいと思います。で、これ二酸化炭素を減らしていくという意味でこれ必要なことだと思いますし、再生可能エネルギー 100% 電気入札というものというのはこれは初めての試みになりますので、普通に単に値段安くできるだけ入札するというのが今まで当然やってきている話で、そこよりは割高になる可能性があります。で割高になったとしても、これはじゃあどのぐらい割高になるのか、どういった進め方があるのかっていうのをまず検証したいと思いますから、だからまずは理念としては進めていきたいと思ってます。でそこに課題何があるんですかといったら、やっぱりこれは財源の話だというふうには思います。まあ、関電とかは非常に大きな電力会社も再生可能エネルギーの 100% の電気パッケージプランみたいなのも商品として出してます。ですので、まあ、全て再生可能エネルギーを作ってるわけじゃなくて、今はもう火力中心ですから、それがまあ日本の電力構造で原子力どうするのというこの根本的な問題をやっぱりこう追求されないと、なかなかこの実質ゼロというのは難しいと思いますが、そして再生可能エネルギーの電力というのもそういう意味で割高になっているのは一般論としてあると思います。ですのでこれを今回こうまず導入することで、どのぐらいの金額でどうなるかっていう、そういった検証も含めながら広げていきたいというふうには思っています。でこういったことをやることによって、電力会社とかそっち側の方も、いや再生可能エネルギーのやっぱりこれから力入れていかなきゃいけないよねっていうような社会の機運づくりもぜひやっていきたいと思っています。いきなりちょっと
警察とか区立学校などかなり数が多くて、そこはやっぱ費用の問題も出てくると思うから、ちょっとまずはここで どういうどのぐらいになるのかっていうのはちょっと分析したいと思ってます。次のご質問お願いします。毎日放送柳瀬です。この後コロナの会議があるので差し支えない範囲で構わないんですが、昨日200人を超えるのが3ヶ月ぶりに確認をされました新型コロナの感染者が。で、改めて知事に今の大阪の現状についてどのような認識を持っているかということと、今回の感染の状況っていうのは、第2波等と比べるとやはり区域全域に広がっているようにも感じるんですが、改めてそのあたりどのようにお考えになっているのかお伺いしてもよろしいでしょうか。先ほど申し上げた通り、この後4時から本部会議を開きますんで、そこで皆さんいろんな詳細の情報も提供しますから、ぜひそれ見ていただきたいと思いますし、その後また同じように皆さんの質問がなくなるまで記者会見するというのは基本的な大阪スタイルなので、そこで質問としては受けた方が正確かなというふうには思ってます。ただ現状としてはやはり200人を超えるということで、この感染を見てもやっぱり確実に増加傾向にもあるというふうにも認識をしています。でこれが大阪だけではなくて、まずは北海道が先行してましたが、北海道そして愛知も大阪と、数は違えどその上がり率でいくと非常に上がってきていると。で東京も、非常に東京は抑えている状況でしたけれども、昨日ここ数日の報道でいくとちょっとやっぱり増えてきてるんじゃないか、つまり全国的に増加傾向にあるというのが僕の今の認識です。ですので全国の都市、まずは都市部からこう増えてくるんですけど、で冬が先行している北海道なんかはもう過去最多数になっているということですから、やはりこのコロナがこの拡大傾向というのが日本全体で生じていると、大阪でも生じている、そういった意味でここは当然警戒する必要があると。そして大阪の分析というのはこの後の本部会議でやっていくというふうに思っています。はい、次のご質問お願いします。エルマガジンの岡田です。空飛ぶ車の、関西万博での運用に関してなんですけど、またちょっと現実的ではないかもしれないんですけれど、だいたいいくらぐらいでタクシー、空飛ぶタクシーの利用できるか、今のタクシーの料金の何倍ぐらいとか、ちょっとお得に乗れるのか、市バス感覚で乗れるのかっていうイメージみたいなのがあればお願いします。ちょっとその時点でどのぐらい料金になってるかなかなかわからないですけれども、僕は想像なかなかするわけにはいかないし、あれですが、当初最初っていうのはなかなかやっぱり数も少ないし、そういった意味でコストも当然かかっている中なので、費用としてはやっぱそれなりにかかるだろうとは思ってます。動き出しの時はね、だからできるだけ早めにも動き出しもしておきたいなと。でそれが一定程度その採算性とかも見通せたら、それなりのやっぱり単価で、何かお金持ちだけが乗れるようなものではないというようなものにはぜひしていきたいと思ってます。ですので、2025年大阪関西万博の時にはそういった多くの方がね、乗りたいと思えば乗れるというような新しい近未来の乗り物にしたいと思ってます。万博の時にはその前かけ始めの頃はちょっと分からないですけども、万博の頃にはぜひそうしたいなというふうに思います。よろしいですか。他にご質問のある方いらっしゃいますか。すみません、大阪日日新聞の山本と申します。以前の会見でもちょっと発表があった項目なんですが、今日11月11日ということで介護の日ということなんですが、この介護事業者の方ですとか、従事者の方に向けた知事からの呼びかけとかメッセージというのがあれば改めて教えていただけますでしょうか。はい、先週の記者会見でも今日が介護の日だということで発表もさせていただきました。で特にこの新型コロナの影響がある中で、介護従事者の皆さん
福祉に従事されている皆さんというのは本当にあの厳しい状況の中で、ただこれは社会に絶対必要だというエッセンシャルワーカーという立場で、本当に多くの支援を必要とする人を支えていただいています。今大阪にいらっしゃる全ての介護事業者の皆さんに、そして従事者の皆さんに感謝を申し上げたいと思います。僕自身の詳しいメッセージについては今日ホームページでもアップをしてますので、ビデオでもアップをしてますから、そこで全て述べさせてもらってますけども、特にこのコロナ禍においてね、その介護っていうのは非常に密になりますから、接触しやすいという状況です。で、特に介護を受けていらっしゃる方がコロナに感染するとどうしても抵抗が抵抗力が低い状態の方もやっぱりいらっしゃいますから、そういった意味で重篤化もしやすいという中で、本当に高い緊張感の中でね、介護従事者の皆さん仕事をしていただいているということに本当に感謝申し上げたいと思います。まあ、介護従事者の皆さん そういったいろんな支援金なんかもありますけども、介護事業に対する補助金なんかもありますけども、まあ、いろんな形で行政として支援しつつ、するのも当然のこと、まあ、合わせてそういった感謝の気持ちっていうのをこう社会全体でぜひ持っていきたいなというふうに思っています。はい、他にご質問ございますか。よろしいでしょうか。はい、それではこれで終了させていただきます。ありがとうございました。本日政務のご質問ありますでしょうか。よろしいですか。はい、でしたらこれで終了させていただきます。ありがとうございます。